ポルノのライブ行ったらマジで口から CD 出た。ヒートリーの夜みたいなのあれだろ。俺、言ったけどポルノのモノマネ今ニコ生で一番上やからな。羽馬のように乱暴だけど俺ポルノのハモってんの俺だよ。顔似てんだろ。あいつギターやったらそう。ハセキョンの旦那と。羽馬のように乱暴だけど羽馬のように乱暴だけど俺だよ、ちなみに。あれ。羽馬ライダーすげえよくない？羽馬ライダー。心は羽馬のように、羽馬のように暖房だけど。これ俺うまく、これさ、俺さ、高校時代これで笑い取ってたんだけど、みんなこれどう？俺高校時代これで笑い、人笑い取ってたんだけど、どうかな？俺のルーツ。これ高校生だったらケタケタ笑うだろ。高校の教、あの、教室だったら。普通にうまいでしょ。これ高校時代俺これで、ほんと唯一、人気者になってた。まっちゃん、そう、俺、まっちゃんは笑ってくれてた。二人でよく歌ってたわ。違う、あとはさ、他の歌だと、ポルノってさ、いい歌多いんだけど、他の歌だとマジっぽさ出ちゃうんだよ。こいつマジで、あの、ポルノのモノマネしてんじゃねえか、とか。そう、なんかあいつら、ああいうちょっとなんかさ、なんか、恋とか歌うじゃん。羽馬ライダーってバカじゃん、知恵袋のみたいな歌じゃん。心は、心はルン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 。羽馬のように暖房だけど、ってなんか、もうおかしいじゃん、明らかに。あれだけ曲のテイスト違えんだよ。だから俺はこれをチョイスしました。みんなも使っていいよ。練習して。今度羽馬ライダー選手権やろうぜ。おい、おい、マジでやんべ。おい、羽馬ライダー選手権やんべ。ちょっと送ってこい。お前らポルノのモノマネ自信あるやつ今送ってこい。俺以上に、羽馬ライダー上手いやつ、今俺の込みではいねえから。羽馬ライダー選手権が来てるわ。ちょっと聞いてみるか。せっかくだから。心は高速これを聞いた。羽のように乱暴だけど。ちょっとうめえじゃねえかよ。ちょっとうめえじゃねえかよ。なんか違うな。圧がない。羽馬ライダー選手権いっぱい来てるわ。ちょっと一応聞いてみるか。一応な。ちょっと待ってな。一瞬画面キャプチャー切って。心は空を削るゴレを聞いた。羽馬のように乱暴だけど。全然上手くない。死ね。二度とポルノを語るな。二度とポルノを語るな。心は空を裂く声を聞いた。羽馬のように乱暴だけど。なんか単純に歌が上手いだけって気がする。俺はだから、違う。俺はさ、歌上手くねえけどさ、ポルノに特化してるじゃん。なんかね、魂売ってんだよな。魂売ってるやついらねえんだよ。俺ポルノに魂捧げてるじゃん。羽馬のように乱暴だけど。羽馬のように暖房だけど。な、俺ポルノに特化してるじゃん。全然、みんななんか甘いよ。恥ずかしがってる。心は空を吸う奴隷を聞いた。羽馬のように乱暴。全然似てねえよ。死ねえよ、お前。怪我すな、俺の放送を。お前、込みでやってるからって調子のあれすんだよ。いい加減でいいと思ってんじゃねえぞ。羽馬のように。お前よく送ってこれんな、このクオリティで。僕の方が上手いです、僕の方が上手い。全然上手くねえ。心は空。全然上手くない。お、手間の旅からも来たわ、あの幼女に。心は空を聞いた。お前さ、よく、お前反省してねえだろ、絶対。おいてめえよくこんなの送ってこれたな。
散々叩かれてんのによ、参加してんじゃねえてめえバカだろ、頭丸めて坊主になれ早く。うん、心は大きく声を聞いた羽馬のようにラボしかもちゃんとやってる、ちゃんとポルノしてる。こんなもんか。まあ俺が一番だな。ちょっとアレンジ聞かせてやがる。しかもちょっとだけポルノしてる。でもあんた自動ポルノだからな。得意分野でここぞとばかり送ってきやがった。自動ポルノグラフィティでお前デビューさせよあいつを。おい金儲けできんじゃねえ、俺たち一生遊んで暮らせんぞ。あ、自動ポルノグラフィティとさ、スマップで事務所設立するわ。勝った。来年の町会議、俺たちの手をかけたアイドルがもしかしたらな、大声援を浴びる機会があるかもしれない。